フンガーとか言わないんだ。フンガーしか入ってねえけど。でフンガー。さあ、始まりでますよ。行くでガンス。フンガー。フンガー。あってなんだ。はい、まともに何まともに、ああ、まともに何だっけ。行くよ、行くでガンス。始めなさいよ。行くよ、行くでガンス。まともに行きなさいよ。はい、あー今いたんで時間ということで第3回ですね。行くと思うんです。はい、上このクソ動画クソ動画自覚あるんだ、クソの間違ってない。毎月これ肉やこうだ、肉が。あのさ、焼肉動画で出たらさ、出たんやけど肉これはもう、あれやな、こう、第36回ぐらいまで行ったらもうみんな見てくれちゃう。そうだね、そんぐらいだったら多分低評価や、100ぐらいちょけど、見る人リエナしてなかったらただのクソ動画やなんも面白くねえ。むしろ焼肉動画って調べる人おらんやろ。あ、そりゃそうだな、物好きやな。いや、多分いずれあれや、焼肉つけたら焼肉ディエルマスターズ来るな。つながりとはあっち熱いとこ。はい、でもう開始1分でもう話すことで、ね、どうやら、どうやら。あー、テーマ決めると、テーマ決める。役でやんのじゃない、テーマ。これあれ、前回 の反省点として、まず参加メンバーの反面を。あ、そうや、それ最後に言ってくれない。50分でしまいに名前言ったっていう。今思い出した。ピン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 。こっからアップルです。いらんやろ、この白米。ポキです。ドックです。はい、りょうです。見えてなかった。アナテラムです。はい、はい、終わった。終わった。結構よくね、これ。なっちゃダメよな。今回は何回、何分も消えた。何分も消えちゃった。まあ、とりあえず充電切れる。いや、肉は肉切れるまで。肉はまで。俺もなっちゃうもんね、結構来たんだ。逆になるのは、こういうの。この動画の恐ろしいところは、撮り直しが効かないところ。そう。実名出したら即終了。あと編集しないこと。うっぷるし、編集しないことやから。よく食べようときみんな無言になる。そうやな、ガチで食いようんだけど、一人もうすでに無言でさ、携帯でマージャンいじりをした。携帯じゃないで、携帯じゃない、 iPhone や。あ、違う iPhone4S。 そう、リーチリーチリーチ。おめでとう、肉食え。サブローは待ち、うえー。さ、ディエマのもう電動変わってちょうど1ヶ月やん、今日。おお。11か、あれ11からやろ、確か。11? で、10日やけん、今日終わったらちょうど1ヶ月。お、1ヶ月目。まあ、今の環境っつー、環境考察をするか。でもな、トップは X やろうな。X と、サルマーシ。サルマーシの闇アルカの NX。サルミラ、サルバベルとか、サル NX、タッチ闇のバベル。バベル型。まあ、あとザルミラとか入ってたっけ。と、ラムダって言うほど貴重。ラムダってない。ただまあ、アンテンションビートっていう意味では、強いよ。順ぐらい。順ぐらい。あっ、そう。雪煙相当ラムダ。そうそう。この時相当ったな。しかもみんなシータあったりするね。なんかあるかな。黒が笑ったかな。でもそんぐらいしかないよ。でもまあ、あれやな。NX が一人だけブンブンしちゃうかっていうわけでもねえとも思うけどな。まあね。踏ん張り死ねし。役割挑んだ俺が悪かったんだ。さっき試合しようって23万だったら、踏ん棒で17万な飛び踏まっちゃったけど。かぶるかぶる。あ、イエスが地味に来ちゃう感じだ。あ、イエスだよな。まあ、それは、まあ、いつの環境でもダークホース的な感じのやつだけどな。メタをメタルだね。そう、メタをさらにメタル。除去ガジェットみたいな。ドロマどうなの。ドロマ、今新庄。新庄か。ちょっとやってみて。ドロマはだんだん衰退してきんよっけ。そう、なんだかんだ残っちゃうな。メディウスとかのブロック、ブロッカー軸は。あれも、遅い。まあ、確か。最近の環境は、本当スピード命だよね。パクリを4ターン目に出すのと、ジェニーを3ターン目に出すのは全然違えてる。ああ。なんでパクリとジェニーなんていう話だけど。あ、もうね。じゃあ、環境ベースは緑か。緑。T4、元々 T4。で、まあ、最近、こういえば、ね、できたみたいな赤も入ってきようかな。感じの先輩だね。赤はあるけど、純粋な火力じゃないよな。火力じゃない、パワーカードは。少し相手にはいないと思う。流星フォーエバーか、X か、まあ、大体そこら辺がメインで、うん、まああと、ボイシャックホールとかの優秀な超次元とか。いいよ。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。
N の駒誰か曲がったっちゅうことで25やったっけ今ね。そう1枚1枚とか 25? 中話を聞いたらショップかオークションか知らんけど、ショップじゃねえ、ショップかなくて25ならまだどっかでバカげた店がある。アップルさんこれワンフォーに16であるよ。おボール隣に見ようって、僕ね、もう動画なんて撮ってるのね。いや、まあ、実際、あと半年延命したわけやけん、そんなもんなんかなって思って。いや、X はあと1年は生き延びると思うよ。1年か。あやや、今年は。俺、でもどうしても生き残ると思うよ。1年は。あ、ごめん、取れなかったから、1枚、今どんぐらいか。1、5、6。2枚で2、5から。3000円の間かぐらい。いや次の段でもバカけたレアが出るけん iPhone になっちゃってる時みたいな N は上がると思うよ。いるあれわりかしデッキ戻さんと、あれは墓地のカードデッキに戻さんと手札補充がしにくくなるけん。あれなんか新しいなんか iPhone で使ったワンキリ覚えついたんやけどな、風呂入っちゃった時めっちゃリラックスしながらめっちゃ鬼畜なこと思いそうね。あ、右吉。何やったかな。なんかガローズホール使えた。ぐるぐる。あ、発脚ガローズホールと、はい、あ、エージェントホーン。エージェントホーン。あ、カップは？うん？ドンコ？ドンイツ？カップ打つ。どうせ引いたら引けるやろみたいな。あ、思い出した、あれや、リップオッピーと、ああ、X ベールとマイケル、ドラゴン出したし、相手がドラゴン出したら、うん、マイケル使う、そう、あの無限にドローできて、うん、で、そのドローで打つ引いて、相手がそのターン中決めれんかったら返しで勝つ。相手がドロー、相手がドラゴン出したら、ターン中ドラゴン出したら負け。ただ、あれや、あのリップオッピーとバビロゴニアが条件やけん、ミカドバルボルシャクからのなんかバイヤーズがいいね。あ、まあサブで勝てるよみたいな感じか。あいつかったな。焼け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 、次新しいなんかいい野菜をくればいい。野菜の情報はねえな。野菜となんかいいドラゴン買おうかなと思って。ドラゴン変ない言ったら売れる。何が？頭。頭な？ヘッド。あれドラゴンか。あれドラゴン。レンドラで出てくるとエリアハンター。頭のパシード。あれレンドラで出てくるのがクソやで。ゴミやろあれ。フライブから3ターン目で出てくる。わけわからん。確かにな。マジクソ。フライエッグとガイアエッグで出てくるな。ギフトフライエッグで。で3ターン目に。フライ効果、ヘッド、アタックします。あ、エクソルトンのやつや、次のターン。とりあえずなんかコリプ出します。俺のトリフェイスはまだ終了してないドロー。いやいやイカツンクだし絶対、あれなんでドラゴン入ったのかな。絶対ヒューマネードだけでよかったよな。あれ、デューンゲッポーでよかったよ。それ、X の時にもよったな。 X はデューンゲッポーで、N ワールドがデュフィッシュやろ。クソ種族か。あれ、ヒューゲッコでよかった。なんでサイバークマンなの。なんでサイバークマン。サイバーがついちゃったけど、キノコかな。コマンドがダメだ。そうそう、バルーンマッシュルームもちゃんと振り向いてる。バルーンマッシュルームしびれ…あ、しびらせやつ違うわ。あれは…あれのさ…あ、あれ、あれ、バルーンしびらせやつないんだっけ。しびらせだけは…あれだね。バルーンマッシュルーム…バルーンマッシュルームあるじゃん。あ、そうだね。イグドラジーガは…シーンが撮ってない。シーンが撮ってない。あのさ、ドリー…あ、ドリームじゃなくて、ね、あの…ワイドメシスと、うん、あのバルーンマッシュルームの違いは何なんでしょう。ドリームなんだと、バルーンマッシュルームとワイドメシスって、モーのスープマンしての違い。キノコと野菜に混じって、うん、その野菜の中にキノコ突っ込まれちゃう。ほら、僕らにアカード置いて少なくともランドって入れてもらっていい。木村投げる。でもさ、ここ自分目切った。あー、やめて。まあ、聞こえてない、聞こえてない。聞こえてない。社会に何もおるけど。どれかわからん。ごめん、あの、これ撮ってるのだいぶ合ってる撮ったけど、まあ、いつも名前出すの俺やけど。
あとな、あっけ、リンゴ杯の時にあんたも言ったけどな、名前。あれ？いたいた。まあ、いいやろ。イメージやろ。そのイメージあった。あ、でも本当にイメージやん。ミクの曲作ったの。あ、本当やった。メルト作ったやん。今の完全に実名バレしたよ。あれは苦労しよな。2つ合わさって実名バレしたよ。あの木が実名じゃないかもしれんやん。Google 検索ランキング第9位とか。すげえな。これあの歯、あの箸の使い方悪いちゃうよ。なんでこれだ。やべえよ。なんでこれだ。取れん取れん取れん。ここの指がなんかすごいなっちゃう。ダメなんやな。日本人じゃないかもしれない。まあ、外人の方が、ね、使い方がうまくね。うん、日本人下手なの多いけど。あれは型を最初から分かる。こう覚えようと思ってる。まあ俺な、俺らはな、あの英才教育やけんちょっとな。俺らだけ分かる。これから入ってだんだん進化していきながら型変わっていく。ニコリやな。でなんかところどころユニークでな。うん、こうすごいよねとりあえず。せっかくこうゲーマーでシーンがまとまったかな。あれやろうよ、あれマジカルバナナ違う、スペルトロバナナ歴構築の件についてるので。何のどうやって組むかみたいな。あまず構築するにあたってどんなこと考えるとか。そうそうそう、俺まず安定性求める、絶対的に。フェアリーライフを、あのフェアリーライフと石板とかそこら辺を9枚ぐらい積むところがある。石板入れんの俺、ジャスミン用やん俺。なんでライフ入れんの。え、ジャスミン、ライフ、あのブロンズが絶対の固定枠やけどな俺。いや、ブロンズはワンチャン考えた。ブロンズか石板が、あそこら辺が。あそこ合わせて10枚。あそこ合わせて90枚ないとダメ。90枚。9.10 枚ないとダメ。9.10 枚。俺4で回しよ、4か8。絶対おかしいって、絶対おかしい。4は引けんな、さすがに。野菜でジャスミン来たら勝てる。あ、そりゃそうだな。クリーチャーを起こすことから始まるけど、ほんと。だけん、あの、一回野菜でムーリアン積もうかなって考えたんやな。エマジンの方がよくね。いや、あの、3ターン目に、あ、変わらんか。クリーチャーとしては変わらんよ。手札入れ替えるのが2枚もできるけん、そっちの方がいいんじゃねっちゅう。あと鳥がついちゃうけど、バイキンが反応するし。うんうんうん。青でも相当積むよ。うん、俺だけで終わったよ。うん、次。はい。しかも俺安定性の話しか出ねえけどな。うん、俺シナジーしか考えない。あ、そうでもねえか。いや、コンボデッキの時はシナジーだけで考えな。シナジーから入るな。まずスタートシナジー。運で回すけど問題。うん。まずパクるよ、さ俺。ああ、まず形から入る。そうそう、形考えてパクって、そっから回して自分の形にしていくね。野菜もそうだし。まあ、パクること全然ないな。パクろうとってるけど、ポルトじゃ見つけきらん自分の理想の形。まあそれはな。まあ求めちゃう形はな、なかなかねえわな。自分で求める。どっか結局違うのかな。しかも俺は人の形で回せんだよ。お、うんうんうん、お他人の出来を出されたらダメだった。ダメなパターン。フルワールド4枚だけで回すの絶対無理。俺や。ネクス回せんの。ネクス回せん。だけブースト相当積んじゃん、あれ。あれ相当積んじゃん。11から積んじゃん。11ぐらい積んじゃん。つうか、俺の iPhone 裏デッキは14枚積ん、あ、13枚積んじゃうのに1枚もこんけん。お茶含めて。お茶含めて。お茶も引けん。ビート相手にお茶引けんと。だけ書店ドン打つだけやけんな。よし。緑。ああ。そういうコントロール系の方が結構くらいかな。で、あと、あ、安定して N ワールドとトリプルブレインが4等やけど、いいとこで引けんちゅうな。トリプルブレインはどうなの？エナジーライト4枚でダメなの。だけん、俺はブーストいっぱい入れちゃうけん、重、あの、だけん、加速力で重くてドローできる方入れちゃうんだけど、ブーストが今けん、エナジーライトのパイプ化になってしまうよな。トップエナジーが引けるけん、たまに。それ何回あの箱の中でな思ったことかな。外せえつかな、ほんとな。ないものは切るんだよ。ダメだよ、 NX 回してもな、 NX できんのよ。え、 N になるんだよ。 N いいやん、こんな4色 N。 しかも吸い込むで、なんか吸い込むしか見ないしさ。それ悲しいな。あったな、ドンコブドンコブサーファーサーファー、そこらへん
で、あとエルワードあるよ。なんかで間接的に縦にです、ボブで。そう。よくあるわ。フギア、フギア。見たくねえか。これなんだか俺のどんどん不幸自慢なってきよね。いや、もっと聞きたいよ。まだあるよ。みんな聞きたいよ、スパだ。まだあるよ。あるロソソウル打つやろ。流星サーブ飛んでくるやろ。もっとあるな。バニチャクラ折るやろ。死ぬやろ。うん。相手手札4枚で。クソやね。まだあるやろ。速攻人形陣に2ターン目によった流星回線飛んできたもん。それはテンプレやけん、大丈夫。やけん、俺スターアームの個人に嫌いになったもん。一時嫌いになったもん。リートワンパンサーパー。あ、それはある。あの、コダマンも出す。まず大地をめくる。で、俺パンチ行く、吸い込む、食らう、死ぬ。丸速攻とか使っちゃいけん人類。速攻は使っちゃいけんけどな。いやでも最近な、ドラマでもな、クソみたいな、お使いでお使い3枚しな。お使いしてね。失敗やん。いや、お使いしちゃうの、むしろ失敗しちゃう、むしろお使いしかしてない。ハッピーアイスクリームだ。買ったもん、捨てるギャラ。まあ、まあ、消耗品ですからね。ね、うん、はい、消耗品。話題一個止まるとか、次話題探すのに相当な時間要するけんさ。いや、俺の不幸自慢やったら、もうどんだけ、1時間半ぐらいは稼げるよ。じゃあそれで行こう。他人の不幸は水なりとか言うけんさ。肉らいでんだ。じゃあ俺なんだ。え、俺がなんだ。俺の不幸は肉なじか。肉食べる。肉食べとディスコ。分かった、肉食う。ちょっと OK さん、一応これでラスト。うん、他人勝ったら行ってっち。いや、もう俺はこれ余裕で予算オーバーよ。普通になったら今16人前いや、うわーい。カルビが1人前700円やけんないわーい。まあもういいです、もういいです。わがままこれか。あ、別にいいよ。いや、親はいい状況。まあこんなん前的しょっていいんかなし、たまに思うね。うん、あらり半分やね。ほんとどうかなるよ。次から2000円払います。これは出どころが気になるな。命そう、次会った時感動一個ねえ。気づかぬ程度の変化。ほんと外見じゃ見ねえ。もう下肺片方ねえやろ。もうねえやろ、一個もうやれたかもしれない。お腹に傷できちゃうやん。傷もないやな。傷ありか。あ、最近の医療すごいな。傷物がなんだって。中古品か。中古。なんだよ、中古品か。傷つきました。俺のナイーブな心。心ね。ナイーブ。あと何分数？今18分入った。前回の50分クソやな。残り1時間57分。おっと、こんな会話。これ飯終わって DM 撮影まである。俺それやったら E2 デッキ考察するけど。むしろこの今いらんのじゃねえかっちゅう。絶対ゲームするんなら動画切れち文句する。俺の一遍切ってやる。対戦相手不幸自慢があるよ。意見、この流れで今から目の前でデュエルしたらさ、うん、ノーカット編集ってのはよう分かるやつ、うん、それで不幸リアルに正すっちゅうのもあるよ、うん、あるやん。一般で撮ったらさ、こう不幸がもうあらかじめあったのをこう繋いでのよいいとこっちゅう可能性もあるやん。この18分肉取った後にリアルができんやろ。ちょっと待って、俺今自然入りの腕全部壊したんだけど。あ、俺ネクスあるよ。あ、じゃあやる。じゃあ俺やる、飯食おう。飯食ってから俺の95分。俺じゃあ何使えばいい。ビート、ビート、ミーズ、ミーズ、ビートでいく。あ、いいよ、入れてる。どうも、お願いします。もう全部飲んじゃう。あっ、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 どういうの。あー、なくなら、なくなら。これ無理やわ。あー、あー、無理や、無理やと思う。いけ、やったね。カンボジアかよ。終わってもう中途半端かい。結局食いに行くんやけんな。やろうが、ケホンケホンいいよ。誰かやるから肉こげる。おなんか垂れつけんのゲームだ。
キーさん、はい、わがまま言って言ったらソーセージが2本欲しい。ソーセージ、オッケー。ここにソーセージ5本あるよ。いや、かも俺、それ言われるかも思ったけん、言うの結構食べらんよったにさ、食べたくなったけしか。全然通じすればよかったね。食事中の皆さんすいませんでしたね。もういかん。え、だって俺で下ネタ担当の人を目の前にしていったら、果たして本当にソーセージは来るのだろうか。来るに決まっとう。ここに5本あるというのに、やむがましい。あの、こうやって皿の上こう置いてた。モザイク入らねえよ。画面外に動けんでいい。はけんやな。うん。ちょっと元気んじゃん。お前隠す気になる。なんか少年っぽい一般客かもしれんし、うん、ジャックナイフかもしれん。ああ、ちょいやん、エターナル、エターナルでね、インフィニティアイスエイジ。もうソーセージを手で持ってくる店員なんかそうそうおらんと思う。あ、痛そう、痛そう。痛そうとかええもん。半分に切る。あ、水忘れた。終了。試合終了や。今ホイッスルなった。アウト。ガチで音楽しむ動画になるよ。どうする？いや、これもな、ちょっと。こう、ソーセージ入って彩りも結構良くなったし。野菜がね。野菜がねえな。緑とは。キャベツもおる。野菜焼く？蒸し焼きする蒸し焼き持ってこようか。スモークスモークいいもういい。トック野菜え焼くな、ダンディーな。トック野菜焼くな、わけがわからん。ビッグナスニン、ビッグナスニン。キムチは？キムチ焼く。焼きムチ、焼きムチ、焼きムチ。お、うまい。なんか焼きムチってもうガチムチの派生系みたいな。黙らっしゃ、黙れちょっと。いや、いいえ、別にこれ下ネタじゃねえっすよ。別に、みんながスルーなほどのネタでもないと思う。みんなゆるゆりちしちゃう。しちゃう。どっかのタイプで、ゆるゆりの対義語はガチホモチュー。ああ、あった、あった。あれ、ゆるゆりや。ゆるいゆりを、ゆるいゆりを締めるとガチや。ガチや。ゆりの対義語ホモリ。面白かった。ごめんな、一発ネタすぎてちょっと間が続かなかった。この芋はなかなかパリッとして美味しい。俺っちガチホンあるみたいな。知らん、初夏だ。知らん、初夏じゃねえけど。何やろ、最近 DM も行ってるやろ。ええ、うん、え、あれしかも今一番楽しいことは小説書くこと。男の子の小説書くこと。ジャスミンとお茶ピーどっち？ジャスミンお茶ピーはもう来年リアルで結婚できる年になる。お、いや、俺今16よ。まだか。あれ、お誕生日は？お誕生日今年。え、ちなみにごめん、ポチっていう字やった。いいよ、俺は。あ、俺もいいよ、別に。関節的にやったら臭いです。鼻の16歳。めちゃめちゃ16歳です。16歳でいいや。それ16歳永遠の高校生の。え、今年17か。ちょうど今年17。私来年17です。今年高2で、来年高2やけど。来年や。もうすぐで高、17。誰か突っ込んでくれんの？ん？なんか言った？今年高2で来年高2やけど。おかしいなぁ。ボロバレさって。エクストバッタン。ただ、来年の2ヶ月後ぐらいは、3、高3になっちゃうかもね。早っ。あ、間違えた、こっちが。ビクボを立てない。おい！俺ガチで指にしか見えんのよ、これ今。やろ。ブログロだな、あれ。もうなんかこう、持つ ネタはね、こう、バモチする。バモチね、アップルさんの不幸話。バモチ？バモチ。私、だって俺180まであるよ。今日持ったんじゃね、今。あ、バレた。いや、でもなんかな、思い出すって言っても、いろいろありすぎてな。なんか、日常発作犯罪やけん、さほど覚えてないけど。一マッチ一不幸はあるやろ。一マッチ一不幸はある。1ゲール1不幸みたいな。やめろ。だってもう今日で確定10不幸やろ。うん。10試合もやったっけな。まあ、1勝負やったらやっちゃう。
公式ルールだったら発見してくだんよ。そう、あれダメやん、あれダメやったな。あ、そうやな、発見見えんけんな。ブースト引けたんよ。多分20ターンぐらい経ってやっと発見見えたけんな。嫌がらせぐらい。デッキ3枚あるんだ、おかしいよ。デッキに3枚突っ込んでた。で、ミストリーさん見えした。あ、やっぱ全部盾やで。発見で発見守ってました。ジャスミン打って、ジャスミンやる。で、しかもロマネスク先生がまだ増やさせてくれんちゅう。そう、あと突風がずっとライフとかあるから加速系なんか、序盤の突風がジャスミン、ジャスミンライフで吹いたの。最初お、もうその次、お、その次、いらんわ、いらんわ。で、次、ナソクみたいな。なんで緑の2個作るんちゅう。ね、でも、ほんとな、こうなるんや。あの、来るときは来るんや、うん、ブースト関係が行きすぎるんや。うん。押し寄せる勝ちで。あれやで、予定調や、うん、2試合やった平均の初手ブーストリーグが結局やったら2枚ぐらい。4か0って。どうした今日は初手中でいいです。今日はちょっと実はカロリー禁止。もしかしてあれ、あれの日？何？あれの日今日？ダイエットしよう最近。ごめん、気づかなかった。妹取ったんだね。妹取ったな。もう胃を縛った。胃ももう痛い。ああ、そう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 。あ、胃もってから消食。あ、なるほどな。あやけん。いっち、いくらやった？胃だけに。300万だよ。え、300万だよ。安くねえだろ。したっけ。え、安くねえだよ。そんな安？だって肺が片方50万ぐらいだったっけ。え、安っ。え、高校生こんな悲しいん。体全部売っても1000万手やろ、確かに。体安いな。人間安っ。人間安いな。人間やつの命より金の方が俺は好きだ。俺は金が好きだ。豪華超パチ立て。うわっ、これ聞いたの。ちょこっと欲しい。どのぐらい半分？さっきの半分でいい。あれ？いやー、やばいよ。やべ、無言な、無言なくて。スーパーアリア何枚でしょ、今日公開して 5?4? やねん。いや、とりあえずあの5で、ビクトリー1で公開されちゃうの、スーパー3枚ぐらい3枚ぐらい4枚ガイド2と無色無色こいつ無色で、確かな、青か緑のどっちかがなかった。自撮り焦げそうなんやけど、だいぶ前からここあるよ、うん、ない青か緑の枠がどっちか。ウェディングと無色もう1枚出るらしいよ。そうなの。ただウェディングはもう言った通り、ね、レディオが若干高騰しするかなみたいな。レドローです。そう、レディオで焼いてウェディングにつなげて、あー、クリーチャーを見ようと使う。そうそうそう、なるね。で、ウェディング殴ってセアトみたいな。ただ、あいつらはやっぱ面白いな。さあ、おかしいよ、やっぱウェディング足で逃げ取りすぎる。正直に言ったら、まあ、インフリがすげえな。インフリがめっちゃすげえ。いい産地なのかもしれない。筆2万とか出てくるね。2万あれも単体でワールドブレイカー持ってると思ってるからね。いいっすか、なんかいいかな。ベビーベースメーカーいい産じゃねえわ。13や。13やろ。いい産はアポカリじゃねえ。いい産は最強のアンドがアポカリプレイ。ウェディングの方がちょっといい感じにして、相手の手札番を相手が選んで立てる。手札と場の合計4枚を相手自身が選んで4枚埋めさせる。で、焼却のトリプルブレイク。なんでボルメテウス持ってきたでな。いらんやろ。いらんよな。絶対やん。ボルメテウスタバイはパワーアップしたからね。パワーアップした場合あのたった2万が重くなっただけでパワーも何千か上がっちゃうし。色は光っけ。無色無色。何でも入る。何でも。色はないけど。色はないけど何の色で使ってもいいんだけど。あいつの扉が回っちゃう。あいつ。扉が回っちゃう。いいな。来て2秒2分ぐらいで。全然2本ずつ来ます。何も考えないで立っちゃったから。もうちょいこう動画的にも大声でしゃべる。
あ、これ関係俺個人のみたい。あ、でもね、な今何つったんだ、ソーセージは拾っても名元不明なんぐらいだ。いいやねこいつ、うん、いやこれから繋げれんやろ対戦動画に。対戦動画ここで続くっちって何がしてるんだいやなんかだって焼肉っちでヤフーでガード検索して一発目これやったら切れるかもしれないもっといい切れないやったろうがち白飯の方が割合大きいやね白飯の方がヤフーの画像値なんだからね、更新が新しい順に出るのかな、それともエトランチが多い順なんだ。更新やと思うんだよ、キーワード順やと思うよ。じゃあこれは動画上げた5秒後やったらこいつが一発目出る。いや多分違うね、動画は違うのか。動画のサムネとかがたまにヒットせんか、あれはヒットせんか。説明文とタグと、うん、タグの中のキーワード。ごめん、食って食って喋ろうそうやな、飲み込んでから行こう。ふがふが言う本気で吹きそうになった。ふがふが最初のふんが、ふんがよりふがふが。ああ達成でよし、何しんじゃんねタイトルと説明文とキーワードがタグな、うん、タグのが、検索した時のキーワードに引っかかったのが1番やろ、うん、で次が閲覧数とかだと思うよ。あとちゃん YouTube とかでチャンネルとかまで引っかかったと思う。説明文の中に意味なく画像文出しちゃうよね。いや画像は引っ張らない。一番無理か。あのとりあえず文めっちゃ書いてたいんで。そうしてしたいタグがいっぱい出てくるなと。トレーディングカードゲーム入れると遺伝で結構ちげちゃう。あ、さっきから何カリカリカリしよう。いや、なんかお米集めるよ、ね、うん、あ、米残したくないみたい。米粒残したくないっていう。早く食べたら使わないと。そもそも俺デッキ作らんとあれやな。肉あ、違うな、ハリウンやから。よし野菜組みていっぱいあるよ。野菜組みて野菜を切りたい。アップルがあと3枚だり、発見に点があと19日後点で、うん、3週間後来週29が一番最初。一発目出れんのみんな残念やわ。殴るやら殴るぞ。29と30固定の10月28号固定で、そこは小学生と、中学生以上で、10月1日から27が3週間以内に好きなとこで、あの年齢問わず出てくる。じゃあ別府は同日ね、毎週別府は29、30と、その次の週、日曜やった29、30、日曜やって6、13、20をあの漫画の時間帯と一緒にもう権利でやって、確か20、その7やったか8やったか2もう固定にやって終わり。なるほど。基本毎週1回ある。今のところはカットしちゃった方がライバルは気づかんかもしれない。そうやな、検証処理を許すやな。みんな譲ってくれるけど。えいいよって、あの別編はあやっていい上に行くっつって、あの人たちはな、暗黙のスローリーチェンジたちは活動する。この動画見ちゃう人間で何人別編でおるかね。それっていうのは俺らに気づかって、もう上とトマトしたい感じ。多分上の方が簡単やけど、うん、多分上のな、多分競争率が、だって小学生ぐらいしかおらんとか言うから。上ちょろいよ、上一番だ、うんうん、だってあそこアベレージ値4人か8人や。悪いなけどな、俺らが歩いていくには少し距離ある。あの時間帯が15ぐらいかかる。いや、ゆっくり行ったら20分、早足15分ぐらい。あー、めんどくせえな、どんなに取れても正直なんか上登って取れんかって、わざわざ別府で選んで上登って取れんかったらまた言えないかも。上の方がまた濃いメンバーやな、濃いな、みなんか知り合いばっかみたいな。上と下面全部濃いやん、ダメやん、すんじょい。ここも濃いやん、もうここも。あの別府編譲るっちゅうことは遠回しに、トマトは君たちに、それとも
辞典早く帰ってきておくれ。そうだ、辞典があれば。去年もこんな感じだったな。去年は、あの店員が忘れとった。知ってるか、あそこ整骨院に来たの。あったあったあった。元気整骨院やったよ。元気ですか。宣伝店の新規店忘れちゃったっていう時マジ吹いた。マジクソやった。あの店員ほんとバカじゃねえって。ほんと UMカって言ったかった。怒ったんよ俺が。お前何所の、いやファークズ来なかったっちゃねえじゃん。あ、今上がったれっちゃ。今のどこ出身が分かっちゃった。今のでだいぶ絞られた。チャネーチャネおかしいっちゃうよ。結構人物絞られたと思うよ。あ、ピュンピュンだから。あ、ピュンピュン大分来て、あの話し方でちょっと目がやった。またキーワード増やすね。今ステークないの、25歳のメガネかけた、ヒゲボウボウの身長165ぐらいの、ハンダンバラの、アルバイト。どうしよう、なんか動画のコメントに私その人見ましたって来たの。俺一番本当毎回期待したのがさ、あいつが福岡帰ってからあの行ってしまう。おっと1ヶ月後ぐらい、あいつんちのすぐ近くの、イオンかなんかで、あの30前半ぐらいの男が、あのなんかにこう事件を起こしたときに、あいつじゃねえかなって。2つぐらい作ってみんなで回し食いする。はい、混ぜろ。レーメンつった。レーメン、混ぜろ。違うやつ。レーメン食べたい人は、はい、でも一人で食べるのはやっぱりあれやから。リアルご飯食うんですけど。行くのか。今日はありがとうございます。ありがとうございます。いやー、まだわかんねえ。ずっと土下座しとけ。目の前で来るたんびにそれか。いや、でもお金払って動画出演したよ。お金払っちゃうし。ハッピーが出演した。いや、触ったわね。すげえな。じゃあ参加者パピー入る。パピーイエーイ。ハンネとか、ハンネじゃねえやろ。ハンネパピー。トッキーの親戚だ。トッポで行こう。え、帰りトッポって帰りまでじゃねえ。え、トッポはほんまにライバル関係やろ。トッポってすげえよな。中までチョコたっぷりだもん。カッペアスクリームじゃん。俺の親、トッポなんで甘いポッキーや。全然意味がわからん。母親プリッツでいいや。プリッツだ、プリッツでいい。あー、プリッツだ。チョコついてる。あ、なるほどな。じゃあ、ポッポか。何やったっけな。トッポの中のチョコが外についたよな。そうやな。こう出て、あのフリッツにこう垂れ去ったら日が生まれたっちゃう。生まれた天才やん。誕生の日は天才やん。誕生日は。いや、え、本当にそんな感じ。設定と、え、その設定、裏設定それやな。裏設定行こうか。裏、この笑い、この空間しか興味肌から見たら何が面白いんだよ。動画見よっても何も面白くねえ。この面白さ伝えたいな。俺気になってたんやけどさ、みんなの反応のさ、理由値なんの。カッパ小説やろ。芥川龍之介のカッパ、主人公じゃなかった。その登場人物、人物じゃねえ。カッパやな。カッパの名前。カッパの名前。あいつ自殺した。そうなの。知り合いみたいに言うた。よく自殺しました。よくするよ。いいやつだったのに、最後に言うかなって感覚で。割とそのまんまじゃね。このまんまやろ、うん、こういう意味やろ。いや、だって曲作るときに名前で。あ、関係ねえやねん、じゃ持ってねえやろうが。いきなり罵り出しちゃう。曲作ってからいいよ。俺、気になるね、ここ二人。だってこのまんまやろ、奏でラブってこのまんまやろ。奏が好きやね。はい、そうです。ちなみにもうトッキーもやめてもええんやけど、うん、いやトッポでいいよ。襲名しょ、襲名。ジュニアからそうやれで、ジュニアがポッキーになる。そろそろ譲るぜ。ポッキージュニアの方がポッキージュニア、ポッキージュニア。新しいハンデ何でした。トッポやっぱりでも、まあ、まあ決まってないけど、まあ、ポッキーの理由が、あのポッキーその妹が小さい時になんかが何日呼ぼうとしたから、俺のことをなんか兄ちゃんかなんか知らんけど、なんか呼び方が変わってポッキーになっちゃって。いや、兄ちゃんがポッキーに変化された。兄ちゃんの何日呼ぼうとしたか知らんけど、ポッキーっていつの間にか呼ばれて、ポッキー兄ちゃんの、え、名前の発音濁ったとか、どんなんなる。絶対誰やろ。俺、なんか知らんけど、どうかならんやろ。いつの間にかな、ポッキーやったよ。ああ、うん、やけん、まあ、特に深い理由はないけん。あ、じゃあ名付け親は、そう、名付け親は妹。ウップなし、ウップなし。ポッキーシスターや。
これ何やってんの？リンゴに人汚れしてる。リンゴで白雪姫が好きだったの。これがこれやいや、俺ガチでな、思い返すと何がやめてな、こう好きになった幼女のパンツがリンゴパンツとか、そういうのだけは本当にやめてな。いや、そんなんじゃねえ。そんなんじゃねえ。マジレスさんが。そんなんじゃねえ。いや、まあそこでなんで分かったんって言われるよりはよかった。まあ俺の初期の名前あれやけんな。アップがあれやけんな。アップ？ウプやけんな。ウプル。ウプルさん。あれ、ただ書くのがめんどくさかったから。なんか、ウプが A になって、今ウプ。E がいっぱいついたら、そんな感じだったよね。いや、あれはただ単に自分に書くときに、なんか大会申請のときのあれ書くのがめんどくさかったからね。あ、リンゴ、アップル。俺けど最初のファンで、トヨタッチあるよって。車？うん。いやだ。知り合いがトヨダッチを歌いまして、結構俺が優勝しだしたときに、こう、そいつの名前とすげえ似た発音で呼ばれたら、こう、苗立てれるんじゃね、ちもって、こう、文字って、嫌がらせの意味で、こう、はい、じゃあ優勝、トヨタクです、お前じゃねえ、俺だよ、ちゅう、こう、理由でしくんです。理由がゲスい。不明気な感じで使えた頃もあった。むむ。いや、でも俺、俺はそうやな、あれや、最初あれや、幼女言うけど。やっぱ幼女じゃないか、お前何否定したんだっけ。まあやっぱり俺幼女とゆかりがあるんじゃね、アップルです無理やりこいつ得ただけやろ、勝手にゆかりあるとか言うけど、やっぱりリンゴのパンツじゃねえかかもしれない。うわー、終わってしまった。終わってしまった。なってしまった。そしてそろそろお腹の方も限界になってきた。他なんかある。3杯入れる、4杯入れるって分かった。いや、肉食いすぎた。いっぱいの量多いけど、うん、家のお茶碗やったら俺多分5杯分ぐらいあるんじゃない。あ、いいね、うん、家のお茶碗よりちょっと多めかな。最近不安くなったけど、それちょうどよかった。前回1個ちっちゃい茶碗になったけど、うん、なんかパーリーって言われたけどみんなと一緒でいいかっつって増える食えるよ。米粒、まあ、食える割にはこう食え人よくやるこうお茶碗とりあえず口食べたら寄せ集めて、水飲んで、休憩して。水飲んで、それ増えるあるパターンやね。水の割合がだいぶ増えるのっていう。うちんちの絶対な、そのな、こう、そういう体質が身につくんや。いいな、しゃぶしゃぶ食いたい。腹10分でもう腹12分まで突入する先輩で、うちの母ちゃん、あの喉まで食うもん。喉この前、あれやろ、あの、ご飯ね、なんていや、正直ナルトうどんやん、ね、ナルトうどん行って、うどん屋行って、俺カツ丼、ダブルカツ丼頼んだんや、うん、で、うちのパパンもパパンダブルカツ丼頼んだんや、うん、で、俺食えんけんって言ってたら、パパンが半分くれるんや。で、うどんもくれるんや。トリプルカツもプラスうどんそう、うどんかけにやけんな、小うどんかけにやけんな。だって、こんなに書かれたのを見よって、予想しとったら相当気持ち悪いような目の前に噛んでくれ。で、昨日も、あ、昨日使うな、おとといかな、おとといもそれやったけんなここら辺食うとこねえな、じゃあうどん食い行こうぜっつって、じゃあ俺ダブルカツのダブルマーつってで、うちの父ちゃん、じゃあ俺うどんと大盛り頼むかっつって、で、あの麺がどんどん入ってくから俺のうどんの中に。パパン誰も学習せんかったパパンなんかで、一緒に天ぷらも頼んじゃったけん、食うかい食うかいって、あ、いや、いいっすいいっすって過剰反応だな、おいが過剰に頼む、過剰に買うとか。だから家にはなんか、うちの母方もそんな感じ、なんか過剰に同じものハマったら同じものばっか買ってくる。いや、そういう、いや、でもそういうんじゃないけど、どっちだろうな、そう思う。こう、大は小を兼ねるパターンがあるっていうか、なんかそんな感じ。うちはそんな感じ。あと、うちにつけたら1年は持つよ。何が食料食料何も変わらない。この前、遊ぼうえちってから迎えたら持たされたのが、お茶の葉とラーメンの袋とポテチやったっけ。あ、これ今日夜いけるんじゃねえじゃん。常備、あれ常備、あれかけ何百かあるん。韓国のり超干したっけ。ほんとあれはすごい。韓国のり夢やろ、うん、韓国のり美味しいな。あ、この前な、知ったけど、刻みのりをあこバブラ敷いて焼いたら結局同じ感じだった。美味しいよ。じゃあ韓国のりいらんやん。いや、でも韓国のりのあの感じが出来たって美味しかったよ、これ出てみて。韓国のり超えされた、超されたよ。超されたか、超された。韓国超えたったよ。超えたった。韓国の存在意義かな。俺結構韓国のり8割占めちゃった。俺の中で、ただうちの家族もそうだよ。あの韓国行く理由食うやねんなみんな気づいてないか。うん、トーク君黙ってるね。
そうだね。あ、いいよ、みんなで話して休憩タイムやけど。おばあちゃん、おばあちゃん。iPhone、iPhone1 時出しよ。あと1日来たら、うん、あの必ず太るっちゅう。あ、何日持ったらって。いや、2日くらいで。豚用豚じゃけん。用豚じゃけん。え、でもその割には痩せちゃうやん。太ってないと思うよ。むしろ、スマートだもん。いや、俺食う量結構すごいよ。すごい、すごい時はすごいよ。時は、時はだって、あ、でも俺結構常時2人前食いますよ。俺は少々太らんね。ああ一人ガチ剣じゃない。ああ食いすぎたみたいな感じ。これやばいな。はい、食べ。あ、俺好きやねん。キムチ食べろよ。なんだかんだでさ、46分来たぜ。お、前回の50分は50何分や。56分、そんぐらいある。50分か、全然いけるっす。 YouTube に1回上げれる動画の尺量ってある？ない、なくなった。なくなったの？15分以上でもできるようになった。相当前で10分超えたら画質落ちるとかいろいろねか。あったあった。じゃあまたこれ画質落ちるもクソもねえやろ。画質が変わらんの。音だ、割と固定画面やん。正直さ、これ音声だけでお楽しみくださいって何もあれ支障ねえと思う。ウェブラジオとしおこと変わらんけど。じゃあおはがき、あ、これ今度から構成、あのコメントやらせて、そのコメント見ながら声あの答えるみたいな。いやいや、質問コーナー、この47分目までを奇跡的に見てくれちゃう人がたくさんおるとしてコメントするの。あぐはらんと絶対ダメだろ。第4回目でそれの返答や。そうそう、やってみるか。というわけで、今度第4回するときは、まあ、コメント答えるので、あのコメント欄にコメントください。で、何割がこの動画もうやめろちくるかでコメントするから、まあ、次のお便り、次ラストでお便りとか言って読んでみたいな。今からのコメント全部コメントかと思ったら残念、さやかちゃんですから嫌がらせるのに。もうやめろって今嫌じゃねえかよ。次のコメント、これまたコメントかと思ったら残念、さやかちゃんですから。これまたそれ答えていいよ、さやかちゃんに関して。さやかちゃん、え、俺それやったら訴訟するよ。訴訟誰に？一人でやってるみたいな。え、これソロ？ソロ。え、ソロ、ソロ対話。ソロとか。あ、ウルフレ。米が。ソロ対話。ソロ対話。さっきから横って思うやけど、結構米飛びるな。こう、こう、ポーン、ポーン。ここ、ここ、この米も落ちたし。それで量も稼いでんじゃね。で、ここも実は米落ちちゃうし。バレたか。いや、俺よくそういうのある。あ、よくある。おっちょこっちょいっていうわけじゃないけど、そこで男どくせ入れた。ドジっ子やね。ドジっ子入れた。まあ、俺ドジっ子やねんけどさ、朝起きたらさ、正座しとったわけだもん。何得やねん、この大工座りって顔うずめちゃダメ。それ朝の工程でやることや。あー疲れた。ドックが。僕も疲れたよ。あーそう、芥川ですね、カッパでのこういうことやって、僕死んだけん、俺もそろそろダメ。そうそう、お召しましょう。蒸されました。私もいいな。食ったな。ディエルするか。入るか。肉残ってるよ、みんな。どうした？目の前の米と肉を片付けた。目の前の米を片付けてたらいいよ。片付けたよ。あ、まあ、目の前の肉は詳しいとは限ります。うん、いや、みんな肉は、うん、もう。いや、結構食ったよ、もう。あれ？なんか前20人前とかった時はいけたのにな。どうしたんだ、みんな。多分結構あの時いろいろいたよ。もう一人おらんかったっけ？あとチーズなんかおったっけ？じゃあヤスキおった。あ、いや誰かと誰かわからんしな。全国にいっぱいあるけど。全国にその、全国にいっぱいあるけど。そのワイクにいっぱいあるけど、そのワイクに。前回はなかったけど、多分その名前だけでは誰かは特定されないし。うん、じゃあ一個言うな、もう。ここヤスキに繋がるワードを繋げちゃいけんけど、固定ヤスキちまった。だからヤスキについては言っちゃいけんな。うん、俺がここでハンでティーって言い出したらもうダメなんや。あと、本日目さらした時、反応せんかったら多分気づかないけん。まあね。黙っちゃう。チャリゲなく言おう。そう。あと、言うよ。ちゃダメ。ここまで見てる人も、まれやと思うけん。うん、俺もう2回出ちゃうけんな。だいたいこうスクロールかもう一気飛びして、ケツだけのこうパチパチしようのだけ見て、なんかしようになる。見る意義かな。2本あるかな、この尺余すことなくこうヘッドホンつけて1秒と全部見ました。
あれこの前の動画2回見返したよ見てね面白かった全然バジョって面白い人間がもう1回見て面白くなったらみんなあるから待て面白くなかったっつってあげるっちもう何が何やあ、いけん俺は2回目やけんこれと現場含め2回目やけど誰かに見てっちゅうのも言いにくいようなクソのないし感想ちょうだいクソでしたって言われたらはいブルーに目指せるわお前1日 1S だなとりあえず1日に1時間ぐらい撮って動画見てます あとさ伸びる動画と伸びたい動画がちょっとよくわかんないんだよ赤犬同士の時は伸びるよ課金やな課金パクればいいんですね、わかりますお金の指示が伸びるよアップル動画見ようってさ最初にこうサムネ画像にデッキのこう全面ポンチの音結構伸びやすくて俺の、うん、デッキをポンチの音のさらしとんのそうレシピさらしてレシピが確定で分かるけんまあこれあデッキ紹介なんやなちょっと参考にしようはあるけど対戦地結局何をしようか分からんしデッキを紹介してくれるかどうかがはっきりせんけどさエレガンスの伸び方が異常ないお伸びるあれやエレガンス VS のやつかそうそう VS ドレーンだろ、うん、あれは異常な伸び方してるだけど勝ち方は良かった勝ち方は良かった勝ち方も良かったけどそれっちゅうのは見た人しか分からんのだけど再生数あリピーターだったかもしれんけどなリピーターねリピーター頑張りすぎやあれやろ残念全部俺が再生してましたよ全部伸びてたえっこいや高速お前高速やジエンウォッツやろジエンいや、けど本当になんかでもあれ8000、6000ぐらいいっちゃうんだ自分で6000もいやお前よくしたら6000倍バレたいや、そんな暇じゃねえよ勝ちやろえ、戻る入るずっと繰り返すやろ6000かあれで一応 1F なんてなるからうんえ、更新はならないよあ、更新ならんの更新はならないよあれっていうのは一応押したらもう1回に入るうん、カーキン信者的なもの生まれていいんやねおるやんリンゴ信者リンゴ信者あ、そう登録数増えたな200いったよ、超えたよおおめでとうありがとうけど、この動画上げて増えるかなこの場を改めまして感謝しますどうもありがとうございます本日は明日180になっちゃうみんなでして感謝述べるの52分とかマジよしかもこれで締めるならいいけどもう10分ぐらいだよ多分ケツ10分誰こっから対戦動画いけんのこっから対戦動画入るけど切る気になるのか101分とかなる101分くらい綺麗よ落ちてるやんだってなまだあと1時間22分入るこれ別名我慢動画やろどこまでバック押さずに我慢できるかっちゅうで、何か見返りあるか、特に何もありません何もないただ時間を費やしただけやから耐久動画編そう耐久動画ここでやめたら負けみたいなこれガチで辛い耐久動画だと思うよあのさ、アニメのワンシーンさ、楽しいとこずっと流すような耐久っつってもなんか若干面白いからあるけど何も面白くねえよ、この耐久はサムネ画像と自分で選べるまあ何種類かあるよやけん、今からただのガチ動画体験あげちょっと時間101分なちょっとこれなんやろしもったら頭楽しもいや、確かに3分割しかねえんややけん今、まあ、1時間ぐらいに撮るとしてやけん今50分入っちゃうんけん80分ぐらいもう26分ぐらい DMA ガチで試合やればこのスタートの、あの風景は撮れるんやろ多分撮れるここの蓋閉めればそうけどなここまで、ここから体制動画撮るとしたらみんな無言の片付けタイムとか入るつなぎるなつなぎやけんあとそこはまああと6分で片付けたら30分1秒以上試合やればわーができるああじゃあそれでそれやるわそれでこれかガチでここで麻雀するか麻雀しよう麻雀やろうここでここで一つ言うとまず、うんてか5人あ、まああとガチで営業中やったら5人打ちやないいとこカードはまだ許してもらえる範囲かもしれないけどジャラジャラ動画ダメやあ、それ動画やったそう、ね、動画じゃねえ空間的な規制もでかい残念営業中でしたごめんなさい営業あとアップルさんのこう嫁がもう動画と、ま、一緒32分だね何今7時28分何やそっか結構ゆっくり食べるよなこれ基本飯30分ぐらいだけど基本はこういう時は、ね、時間かけるもん喋りながら、ね、だから青春時なんだ
ね、どうする焼くだけ焼いていくか片付ける本当にとりあえず黒、はい、処理どうするちょっと入らんだなブリルブリルになる、じゃあドボンやってさお酢をあの肉に変えてからさまたひげに配っていって肉冷めあでも俺ドボンって結構強いよねその前にドボンからな最初にドボンのルールドボンはあっちのあっちの人だけ運動的な多分ドボンチメジャーマイナーめっちゃ重いないや全国区やけどルールが地方で違うからマジャみたいな俺だって多分15枚ぐらいあるよみちょん人本場はクイーンかジャンプやったりするああクイーンするクイーンかジャンプ2かターンボス何もなかったいやいや俺らの感覚でジャックが大富豪のリバースやけど飛ばしみたいなその感じえいけと俺ドボンすぐねえやえすげえ、裏行ったなうぅなんで真逆行ったただ俺ドボン強くねえよあーもうそう思いまそれさあのワンチャンさお顔映るやんいや大丈夫いやこの辺で止まっちゃおうか俺しかもなちょっと下までつけてない何腹筋してたら3倍待って何の意味があるつながりを何も感じないけど上がりたいってことや何のその一発芸は上がりたいしかかかってないむしろうまいうまい今のやめろこれあの朝の冬場のストーブの前でやるからしかもこの動画で伝わらんネタな冬は布団の中で着替えるこれやらストーブの前で朝冬場あのこう限界までさこう当たる面積をこう極限まで熱が出る部分に持ってきたいけどさいやしかも眠いんよで朝一やけ眩しいんよ電気がやけこうこれ大空間ですげえこうあ画面外の動き俺やった本当やったでも俺それよりな布団の中に着替えるなあでも俺布団の中待ったじゃないな冬だって冬場に何しようかでも冬場でも俺パンツいっちゃないあのパンイチやわパンイチ仕切らんな俺基本パンイチ T シャツだけどあまあ T シャツは結構着るから短パン T シャツやんまあ、パンイチの方が夜の行為を行為だなやっぱりやりやすいっちゃうんぎるぞマジもうソーセージで終わっちゃった下ネタが復活してしまうおう、あ、なんかこれなんかフィナーレみたいな最後ホルモンもやしがらかフィナーレ集結でも我が魂箸が置いといてよーイエーでこの片付けもちゃんと入っちゃったらもう後で再生動画入れる気が満々日常テーブルも負担があるしな急がんとな、どんどん売買方式でDM の尺上げるとサムネになるいいとこさ、取れてここやろうんで、そのこっち好きなグダグダ DM 角度変えるか、ここ塞いだら多分2人分入るなんかこっちでグダグダしようともいいかもしれない2人分いても画質が悪いこの皿の奥、この辺まで入るただ、相当見にくいと思うこれをちっこくして、ここだけ見せる捨てればいいんだよそうやなでも俺のネクスおかしいよこっちでおかしいまあ人それぞれだよガローズの汗形よあ、本物のネクスお本物の昨日まで滑っちゃったんやけどななんか今日すげえ勝利ピンぶち壊したけどあ、いやネクスはネクス構築みたいな綺麗にしようネクス見ろ、ね、あ、何はいはい、みんなさ、もう終わったかあるでしょまだ肉いっぱいあるよはい、みんな食べてどうぞじゃんけんしようじゃんけんしようえ、じゃあ待って1じゃん負けごとに3枚食おうえ、これよくあると思っちゃうで、一人負けじゃねえ負けが発生した瞬間え、いやこれさ、飴しようやえ、じゃあ肉食べるにしようやえ食べるえ一気分いや、いや、いい俺の一般的にさ一負けも出た瞬間全部食おう、誰かえ、いいよ、え、じゃあ負けたやつやばいよえ、じゃあ2人にしよう2人しましょう、2人いくよはいこれすごいよすごいなんかバトルフィールになっちゃうよ OKOK 最初はグーじゃんけんポン頑張って腹筋してやってて最初はグーじゃんけんポン3倍も画面外ちょっと待って俺ちなみにホルモン苦手なんでホルモン頼む俺もホルモン苦手ですおっと投了やなこれはこいつやろう2人で食うやべえうめえあ、3人で食いましょうやべえ止まんねえ味がなぜさっき止めたしもうこれも食えいや、任せろこれも美味しくない油も食うの好きなのいや
あの、お前のはしゃぎすぎやんち。え、これ今頃 P 補正？うん。あれ、下ネタ言ったら先に。これいけるやん。親黙ってねえやん。ただ早見、火力上がった時の傾向です。いや、りょうさんが多すぎた。今カメラずらして顔入れてもバレんこぽーこぽーいやし。2人は無謀やったかな、3人やったかな。うん、あともっとあるよ。でさ、ここにキムチもあるんだよねとか。お前はここ片付けてる。確かにね、これ開始当初からリップで作ってるやん。いや、ちょこっと食べた。今で伝わった。で、マジレスで開始より、ちょっとテンション怖かった。ほら、ちょっと聞いてすごいからよ。いられんなよ。じゃあ頑張ったけ、これ後で何かの罰ゲームしよう。もう一回、うん、キムチ食えんじゃん。死ぬ死ぬ。いや、キムチは武器の武器。なんか壊れた。まあ、やっぱこんだけもらっちゃうけ、肉は残しちゃうらしいと思う。飲み込めない。飲み込めない。もみんなあと一切れいったら終わるぐらい。どうせ頑張れ。じゃんけんとは。あ、けど一番困ったのこいつ。めっちゃ協力しちゃう。協力プレイヤーだ。みんなあれ叶え。ほうも無理。ほうも無理。ないよ。ないよ。もうねえよ。うん。パンパン新しい水よ。氷やん。氷つけよう。氷オンに。ごちそうさまでした。手を合わせてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。やたらさ、これやるときこうバーンってやるバカな2人ぐらいおらん確定した。俺そのバカがいるよ。残念、バカでした。やべえ、俺バカしたんや。飲み込むね。だってさ、大体こうやるとき一回一回りやった後、こう意図的にこうやってからこうバーンってやってからさ、ちょっとぐてれくさそうに笑うやろ、やったやつ。それニヤニヤしながら、俺そんなやわ。俺やらしいニヤニヤをしとったもん、多分。俺小学校の帰りの回だから、トランプピラミッド作れたもんな。こうやべ、5段とかやったとか言ったけど、先生がカシャンって言ってさ、あの一辺坊主めくりの片付けよ。あの100日間あれをずっとさ、待て動画のもうアップ、尺が片付けよう片付けまで移して終わりか。これ3分以内、3分以内よいしょ。3分だ、3分でやれ。ミニッツ3ミニッツ、それ加算しちゃう。何を言うの。タレタラだったりか、タレタラというわけで片付けタイムが始まりました。トークは話しっきりないよ。片付けアップで、アップです。カゾエアップマン。カゾエウプルシ。だってウプルシがどっか行ったらこれ動画としてどうなのよこれ。ダメじゃね。誰か残らんとまずいんじゃねこれ。誰か残らんとまずいんじゃね。というわけで、ね、残ってまいりました。はい。というわけでね。手を洗う。まだ手が汚れてしまうっていう。はい、すごいリアリティだな。なんで俺これできるやろ。おっと、はい、じゃあ話つなげちゃったな。あれ、ウプ主なんか行った。ウプ主行くってどうよ、うん。マジで静かになってしまったよ。ブヌシ帰ってきてよ早く。ちょっとこうブヌシの知名度がある程度出てきた分立場に。これ無名やったら多分な80とかで終わるレベルの動画やと思う。もうこうやるじゃんな。でもこれだってあれ動画にさ、あの 右下に確か何分とか書いちゃうけどさ、うん、まず1時間で見るかとかためらうもんな。うん、1時間も見らんな。あれやろ、タイトル詐欺やろ、あのサムネ編集してから、あのボーカロイド、あのベストシングル総集編とか。
絶対ポロリもあるよ。今日ボーカロイドの話とか全然してねえやん。ポロリが炭ポロリやって誰かと親から言ったから、ね、ポロリやってポロリ、ほら題名に入れたやん、ちゃんと。そんな芸人以上のことしてやろ、これあんやろ。あんじゃねえ。あれ、ポロリあるか。ポロリでも名前とポロリは、ね、十分やん。あ、俺もうポロリ3回しやん。あ、ポロった。あ、ポロったこの最後まで出るっていう。誰得意。これこのままやっていい。これを運ぶやつ。食器の中間をこういう。あー、コップちょうだい。まだ氷食いたい。氷が食いたい。氷食いたい。氷食いたい。氷食べるみたい。あー、もう終わりだ。今日も終わりか。大戦動画とあれ、また分子消えたよ。大丈夫か。動画撮るように空間に2人しかおらん。無言無言プレイ。プレイ無言。さあ、始まりました。軽く水に入れちゃうんけ。私の汚ねタオルで汚くなるとか。あれ大変しゃ。はい、空吹きがしたいと。ダンよいしょ。一番吹いてよ。やべえ、充電が残り一本しかない。これは取れるか否かで、無理やり取らんでもいい。あ、ちなみにさ、充電切れた時って途中まで入る？入らん。あ、入る。入る。途中までしか本当入らん。剣どうしようかなっていう。無理して。これサムネ無理だ。これでありがとうございました。一本取れるか取れんかよ。一本取れるか取れんかよ。どうしようかな。じゃあもうここで終わっていいんじゃない。俺の引きの悪さ。え、続きは第4弾で。俺これ使おうか。あ、うん、分かった。おっと、そしていいよ。メルコミデッキ。これエムロマ4枚。いや、今3枚っすね。今3枚っすね。あ、今あるけど使うって。いきなりマジで、いきなりネタのあれが。そこですよ、そこですよ。とりあえず、でもさ、俺これさ、別に勝たんでいいんだよ。俺プギア一件でな。あ、引きの悪さみたいな、不幸自慢かな。不幸自慢やけどな。エムロマに当たってしまった。でボコボコにされるっていう。このデッキ今日勝率8割あるけ。マジだろ。クラブにしか引っ込まれない。さっきでもエムロマ食えたらびっくりやん。ほんとびっくり、びっくりドンキー。これでもナスオ入ってねえ。ああ入ってないかったか。そう、なかった。で、元気いっぱいしすぎるとこの中入ってしねえかもしれない。ナスオの位置。まあ、それはまあ落とした。訴訟。ちょっと待って、そこ入らん。入らん。車がここはギリギリ、ね、ここら辺かな。マジで。じゃあ全員もっと行った方がいい。プレマ最悪無視でいいんじゃないですか。チリ危ないな。おっす、キリ、いける。最初はグーめちゃけぽい。最初終了、やったじゃんけん、勝った。これはやーべえ、普通のディール動画。めっちゃ強くないですか。終了。やーべえ、普通のディール動画じゃねえか。絶対これ勝てるしな、絶対勝てるしな。ラスト2ターン終了。よかった、終了。ほんと2ターン目もいいな。さあ、終了。あ、そんな強い。ギフト。はい。ミランダ。はい、取れるですか。このミランダ4等なんで。はい。知ってますよ。タイプやらでもできないよ。おかしいな、これ。いや、大丈夫、フリーなんで。エンド。エンドラス。これ、次元にさ、ギリメギサイトになかなかじゃないね。はい、4日目。あ、強い。あ、自然か火を引けないシリーズ。フェアリーハウリー。終了。あれ、普通のあれしてね、俺。本番に強いタイプ。いや、でも本番に弱いぞ、俺。白。これ弱い。これは本番なのか。はい、5番だ。フェアリーハウリー。何でしょう。アンビッキは多分これで大丈夫。無事に終了。おっと、参った。いや、ベタートゥモーちゃう。ベタートゥモローかも。塩が弱すぎる。食べるのミスった。塩が弱すぎる。塩が弱すぎる。強い。メール入りました。まだ終わりました。いけいけいけ。殴られた。大逆。おっしろ。こんにちは。不幸自慢ってなんだ。不幸自慢ってなんだっけ。むしろこっちの不幸自慢。はい、4個目。メールロマの時点で多分これあれやな、制作者やな。制作者、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 制
制作者のデッキがすごいんだな。絵で X どこ行ったんやろうな。絵にどこ行ったんやろうな。はいよ。わあ。終了。あ、プリントもな。プリンやったな。まあいいや。いい。まあね、そこでやり直しかな。終わらん。おーっと失敗するのかこれは。大成功。なプリン。シューティングブリ。あ、作った。プリンやった。たぶん、わー、シングルブレイクだ。シングルブレイクだ。鳥が2枚じゃねえと負けよう。1枚で大丈夫だよ。ほら、プレミでした。プリン。プリンとは。え？これ違うやろ。これ違うな。もう一度いくか。たぶん、この人のデッキがすごいやと思う。エムロマ初手強かったギフトバイアルできるの。で、大丈夫。大丈夫。アウト。大丈夫な。これは、ちゃんちゃん不幸も全然何もなかったけど無駄な終わり方をした、うん、プレミで終わったって感じだねつうことは、はい、あれだなプレミだよなきっとプレミだなきっとつかこれそろそろ締めくくるかかくくく滑舌欲しいけど締めくくりたい目にくんじゃまでたまたまいいとたまたまで締めるかもたまたまいいと今日はエムロバの対戦動画でした何年前の動画やねんいいデッキやであら結構好きなやつあらエムロバ 4枚GC やる何年前っけ GC 年3年2年前やな2年前やな2年前ギリギリって感じ電動入ったのが今年の頭っけじゃあこのデッキはガイアールを埋めてギフトでエムロバ出して、はい、アタック時に切ると流星を立てて、ドラゴンをするデッキですで、フィニッシュかけるデッキです。このデッキは玄関強いにも結構刺さると思うんで、個人的には、まあ、強い部類かなと思ってます。電動とは電動詳しくはこのカード結構強いんで皆さんも使ってみてください。最近、そういえばそうやな。最近使ってたの見てない。そう。これはって4も8の時見たことない。ねえよな。なんで詰まるの？なんで詰まるの？強いんやけどな。詳しい電動。幻想郷じゃねえか。こう全部メリコミ玉だ40万ですよまだ家には多分20万ぐらいあるんでおめでとう、はい、たまたま集まったそういうさあそろそろ締めようガン無視された今の動きはでもやべえやべえ今です心臓に来たわたまたま今日の、はい、何あれは何動画これは耐久動画です、はい、で締めは第4回目前回はブルイのが締めたしブルイの忘れたな前回いなかったな僕ね今回ローテでいくか今度ローテで締めをローテでじゃんけんで見えるか締め今ブチレビューあるあやべあともうで決めろあと1分で決めよう1分最初はグーじゃけポン最初はグーじゃけポン最初はグーじゃけポン早くしょどうもクリスです今回は、焼肉動画ということで滑舌とはペロ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 まあ、一体どれだけの方がここまで見てくれたでしょうか。おらん。まあその人たちは、まあ、正直言ってバカじゃないかなと思います。いや俺もう賢者でいいとその人はコメントしてもらえよ。じゃあ最後まで見た方はコメントくださいお願いします見てなくてもねあそうやな次回からは、コメントに対応する返信動画でコメント返答するという感じの感じになるんでコメントだと思ったらさやかちゃんも間違いなく拾うけどさやかちゃんさやかちゃん来たらどうする残念さやかちゃんでしたというネタも拾いますんで、まあ、どんなコメントでもどうぞリアルウィキからさやかちゃん引っ張ってウィキによるでもこの動画もしかしたらコメント100いっちゃうかもしれない今度全部さやかちゃんさやかちゃんさやかちゃんネタさやかちゃんネタ9割9分さやかちゃんネタ、はい、俺らさやかちゃんディスチューギアというわけで、はい、まあ、リンゴ6、リンゴ6、有給リンゴ6、耐久動画編、耐久動画、焼肉クソ動画、終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ。マジ一般客。